そこいやもう桜もいいけど梅もねっていう感じですよ、ね、本当から言わせればそうでしょうね。そうですよ、ねね、梅も綺麗だよ。ここもここも なんて言うんでしょうか、もうなんて言うんでしょうか、もうミュージカルのような一大絵巻のような。見たことなかったもんだって。これちょっとここ最初ここだけだよね、みんなね言うなって。あと中盤言うな、やや後半に見ろと。いいからいいから。いやだってもうあまりにも感動したからね。あーやべやべやめろやめろって思ったら全然やばいんじゃなかったんだ。すごいもうイリュージョン、イリュージョン。マギシロもここ見といた方がいいよ。びっくりだよ、うん、ね、勉強しようみんなで。はい、はい、ということで水戸藩よさこい連の皆さんです。大きな拍手をどうぞ。お願いします。会場にお越しの皆様こんにちは。水戸藩よさこい連と申します。私たちは、茨城県水戸市より参りました。普段は、大子町、日立、大宮市、水戸市、つくば市の、4カ所で、練習に励んでおります。この後の私たちの演舞を見て少しでも興味を持ってくれた方いらっしゃいましたら、ぜひメンバーも大募集中ですので練習の方にも遊びに来てみてください。さて、私たち、これより演舞させていただきます曲名を本懐と申します。テーマは桜田門外の変。時代の荒波に揉まれながらも己の信念を貫き通した水戸藩士たちの生き様を演舞で表現いたしたいと思っております。4分19秒、全身全霊気合を入れて、踊らせていただきます。どうぞ皆様ご声援のほどよろしくお願いいたします。安政7年桜田門外にて本懐。Yeah!
レイ。ありがとうございました。ナオレ。これは選ぶの大変だ。